ホリデー CD のネット通販でご購入ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。言えたでしょ。絶対勘定。言えた言えた絶対勘定。じゃあ完成です。イエイ。というわけでホリデーにはね何度もお世話になってね、みんな。はい、はい、ホームグラウンドみたいな甲子園だよね感じなんですけども、びっくりすごい。ちょっと持って帰るんで。すごいね。前はすごい。はい。そんな感じなんですけども、ホリデーには本当に思い出がたくさん詰まっているんで、詰まっているんです。まとめたかよくわからんけど。いいじゃん。なんかある？もう感謝の念でいっぱいです。はい、感謝の念でいっぱいです。アジさん。どうも。どうも。すいません。猪木さん、はい、CD 買ってほしいですよね。買ってほしいよ。はい。買ってくれよ。はい。イベントも行くぞ。 CD も買ってくれ。 1、2、3、ダーホリデー CD のレッツ通販で商品をご購入の皆さん、はじめまして、クレベです。自己紹介ですか。はい、ボーカルの佐紀です。上手ギターののみです。下手ギターのリュートです。ベースの久吉です。はい、この4人でね、クリアベールが決まりましたけれども、そうですね、どうですか、なんかスケジュール的なものはどうですか。そうですね、忙しくなってきましたかね、皆さん。まあワンマンを終えて、はい、まあ一段落というか、はい、まあ現時点ではワンマンやってませんけど、はい、はい、まあ、それワンマンを終えて、はい、まあ、一段落して、一段落と見せかけるけど、まあ、多分、夏なんで、イベントとかにも、いろんなイベントに多分、多数出演することになると思いますので、うん、まあ、その中でお会いできたらいいかなと。たくさん会えると思います。夏だよね。夏だ。夏だね。はぁ、日焼け怖いですね。怖いね。うん。こういうなんか、まったりした空気するぐらい。そうことで、はい、はい、もうみんな伝えたことはいい、もうみんな伝えたことはもう言った、皆さん夏だね、夏だね、まあ、夏だね、まあ、クリアベルからですね、今音源が4枚出ております。はい、昨年出した、ミニアルバムクリアベル、今年の3月から、3ヶ月連続リリースした、ドロッピングスカイ、はい、信者に捧げた、ラピス、青のヒューズの3タイトルですね。はい、ですな。まあ、これをね、あの、このコメント DVG をね、DVG 結論時には、DVG って何？ぜひ、はい、クリアベルの恩恵を、また何か商品をご購入されて、これを見ていただけることをちょっとね、せずに願いたいですね。てか、クリアベル買った人に送りたい。違うだろ。え、そうなの。まあいいや。だね。そうなんです。そうなんです。そうなんです。多分もしかしたらクリアベル買った人じゃなきゃもらえないかもしれない。ってことで。はい。じゃあ、締めに。じゃあ。いつものやるか。いつもの、なるちゃんのいつものやつやるか。そうやな。あの決め台詞を。ほんと無茶無茶だよ。ほんとに何も考えてない。でんぐ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 何も出てこん。何も出てこんかった。ごめんなさい。で、じゃあ、久石さん、じゃあ締めをお願いします。はい。まあ、これからまた、リリースの方も、まあ、ありますので、またその時も、ね、まあ、ホリデーの通販とかで買っていただけるといいかなと思います。はい。じゃあ、そんな感じで、クリアベルでした。あれ、はい、やらないの？あれ、いつも思いついやらないの？ヒサターニャ、ヒサターニャ、ヒサターニャやらないの？やらんて。はい、まあ、はい、以上、リアベルでした。リアベルでした。
ホリデー CD ネット通販で CD をお買い上げの皆様、どうもジゴロです。イエーイ。この、映像はですね、CD を買った人を全員に作っておいたんで、あなたが買った CD はスマイルでしょうか、それともスカルでしょうか。まさかリオとかセシリアルナではありませんよね。私たちはジゴロというバンドなんですが、これからね、僕たちのことをどこかで見かけたときはぜひよろしくお願いします。それではアピールポイントナイス紹介に、ではお別れ挨拶をしていきます。では一緒にハモってくださいね。はい、せーの、アディオース。またね。はい、どうもシードです。はい、どうも芸人みたいな入り方してしまったけどね、シードはですね、なんだろう、関西でやってます。シードです。やってます。いや、シードやらせてもらってます。はい。何でしたの？何でしたの？あれですね、ホリデーでの思い出的なこの描画だと思うんですけれど、特にないです。そんなことはないですけれどね。シードの初ライブはホリデーでね、やったんでね。はい。まだ始まったばっかりのバンドですけれども、夏はね、主催イベントが3ヶ月連続であり、3ヶ月連続でシングルのリリースもあり、大変なバンドです。はい、ね、まあ関西圏内以外の人もね、よかったらシードってバンド見に来たらいいんちゃうかと、上からの思いで申し訳ないファンです。はい、そんな感じなんですけれどもね、まあ僕らはすごいワッショワッショできるライブをやってるんでね、みんなで楽しいライブを一緒に作れたらいいなと思うんでね、誰が好きとか嫌いとか関係なく、みんなを愛したらいいじゃないか、シードよ。そんなわけで、なんやろ、まあ変なバンドですが、ね、末永く応援してあげてください。シードでした。わー。ホリデー CD のネット通販で商品をご購入の皆さん、簡単だな。始まった。シバです。シバです。はい、ボーカルガイです。ドラムのキリです。ギターのゆうちです。ベースのシロです。さあ、フリートークの時間だよ。フリートーク、フリートークだ。いいね。まあ、なんで増えてる。得意分野。得意分野。あ、じゃあ先に言わなきゃいけないこと言ってみます。先に言うとこ。私は、8月に、マキシを2枚同時に出します。よっしゃ、これ来た。よろしくお願いします。10月にミニアルバムがリリースされます。そんなに、すごい。それで、ね、その10月のミニアルバムの、記念としてね、10月10日に、メグロ6名館で、シバ初ワンマン決まりました。はい、ワンマン、どうしよう。どうしよう。楽屋めっちゃ好き。楽屋めっちゃ独り占め。はい。そんな感じかな、シバ。なんだね、近況報告。近況ね、まあね、7月にこれ配布される。あ、7月にもぜひ真夏の暑い中ぜひ聴いてください。宿毛とかかけろ。やるやな。やるやな。はい、それでは、シバでした。シバでした。JIVE はですね、5月14日にファーストマキシシングル「スイング&スパイス」がリリースされたばかりで、それを引っ提げてですね、夏に全国とは言わないけど、地方いろいろ行くんで、ぜひ気になった人は遊びに来てください。で、さらにですね、秋にはまた新しい音源をこれから、レコーディングしますので、ぜひ楽しみにしててください。そんな感じで、気になった方はぜひ、JIVE のライブに足を運んでください。 JIVE でした。はい、CD ホリデーでネット通販でご購入の皆さん、こんばんは、俊介です。
というわけで今日はちょっとソロでなんかこう話さなきゃいけないことになったんで、何を話そうかなと思ったん、思うかって感じ。どうすればいいの？恥ずかしいんですけど、5月24日今日はなんとホリデーの方で俊介主催イベントをやってます、新宿ホリデーで。でその最中なんですけど、まだ酒入ってねえからなんかあんまテンション上がんねえなって感じなんですけどまあこれからうまい酒を飲もうかなと、ライブ終わって。でですね、今日は告知の方がありまして、なんとですね、7月9日になんと高田馬場エリアで、エルドラードの復活ワンマンライブがあるんで、ぜひ、みんな来てくださいみたいな。絶対行こうよ、これを見てるみんな絶対行こうよ。で、一人で寂しいんで誰か呼びます。はい、おい、来た、コロッケです。イエイ。でコロッケさ、7月16日は何の日？何の日ですか？名古屋ホリデーでエルドラードワンマン、俺も行くよ。本当だ、仕上げだけね。7月16日に大阪ホリデーでワンマン。ホリデーとか早いじゃねえか。いやいや、7月18日が名古屋ホリデー。7月18日に名古屋ホリデーでワンマンらしいです。打ち上げありだよっていう。打ち上げありだよみたいな。みんな飲もうよ。コロッケも来るらしいんで、行かないですけどね。行かないですけど。絶対来いよ。いや、行くよ、行くわけない。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 で、こんな感じで。お願いします。俊介でした。はい。ウスタです。ウスタです。ウスタです。彼女が欲しいです。はい、CD ホリデーさんで CD を買ってくれた皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ブラックリストです。ありがとうございます。よかった。ブラックリスト CD 聞いてくれたかな？聞いてくれたからまだかな？まだかもよ。まだかもよ。聞くかもよ。うるせえ。内容はですね、先生。はい。内容はですね、ブラックリストの中で一番スローな曲です。まあみんなの中ではこれハードじゃねえのかと、ハードじゃねえのみたいなだから話になるんですけども、その中にもね、なんか、まあ、ブラックリストらしい激しさがあったりとか、ね、拳を上げてと、ね、2曲目は手を叩いて頭を振ってと、どうやって叩くの？はい、こんな感じで来てくれればなと思ってますんで、家でも手を叩けば、叩こう。そんな感じで自由に聞いてください。はい、先生。もう本当ありがとうございます、いつも。お世話になってます。ありがとうございます。また、曲を聴いてですね、ライブ来てもらえれば楽しめると思うので、ぜひ、聞いたかな？まだかな、まだかな、来るかもよ。かもかもかもよ。はい、そんなこんなですけど、かっこいいライブしてますので、ぜひライブにも来てください。お願いします。します。先生外れてる、これアウトしてる。ファックのポーズじゃねえ。はい、まあね、先生ありがとうございます。ん？聞いたかな？聞いたかな？終わりかもよ。かも？かもかも。かもかもよ。すいません、こんなのにが特典で申し訳ないんですけどね。これが特典でございます。CD ホリデーさんの。で、またライブの方でお待ちしてますんで、よろしくお願いします。ブラックリストでした。ここにの皆さん、お会計ありがとうございます。ボンです。ギターの K です。ギターの A です。ベースのキクミです。ドラムのトモです。
はい、ボーカルがいないんですけど、今ボーカルいないんですけど、何、まあ、今はちょうどツアー中なんだ。そうです、ツアー中ですね。はい、地方回って、はい、最後に一番でかい動きが6月9日にフリーで新宿さんの方でツアーファイナル、6月それがなるかもな、うん、最後は8月のワンマンが無料ワンマンが、はい、無料ワンマン8月か高田のババエリアさんで、はい、うん、ありますので、はい、そうですね、ぜひよかったら、うん、そうですね、触れてみてください、僕たちに。はい、あとは、あれだ、6月の11日に、セカンドデモ CD が、はい、が出てます。ます、はい、買ってください。で、ワンマンだよ、ワンマンが今年の秋8月何日20日、20日に控えてます。どうぞ、エリアです、エリアさんです。まあ、ぜひ見に来ればいいんじゃん。CD 聴いて優勝して無料だし、ね、無料ですねで、はい、そんな感じのボーンですよね。はい、まあ、最近ね、あれだね、うん、そうだね、もうです、もうでボーカル来ました。あ、ボーカル来ました、ボーカル来ましたね、登場で。はいはいはい、最後の締めだけど、最後の締めだけど、ボーンでした、ボーンでした、ボーンでした。メガロマニアです。ホリデー CD のネット通販で、ご購入の皆さん、はじめまして。ボーカルスイです。ギターミザリーです。ギターのチコです。ベース強化です。ドラムのベラです。メガロマニア出来たてのバンドなんですけどね、5月28日に、結成記念初音源3枚同時リリースされましたね。ぜひお聴きになって、メガロマニアのね、熱いライブにぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。まあ、そんなメガロマニアなんですけど、7月9日に早くもミニアルバムの発売が決定しております。おお、今回 PV 付きとね、ボーナストラック入りの2タイプ出ますので、そちらも買って、シングルも買って、もうメガロマニアの曲全てもうコンプリートして、ぜひ夏のライブたくさんありますので遊びに来てください。僕たちと想像の世界を作り上げましょう。おー、あれ、あれ、あれちょっとアクシデントがありましたが、メガロマニア負けません。負けないで頑張りますね。はい、負けない、火消えてるけど頑張ります。はい、それでは、あ、神の怒りが、それではメガロマニアでした。ありがとうございました。ありがとうございます。うわやりの一撃、やりの一撃、そういう感じ。弓ではなく、剣でもなく、やりですよ。そうそう、だから、やりの一撃。ちなみに、ゲートの CD 買った人がなくても見れるから、うん、買えと。あ、そうそうそう。じゃあ、ぜひ、ゲートのアンソイの世界に触れてみてほしいです。うん、そうだね。夏、たくさんライブあるし、そう。いろんなイベントに、参加します。詳しくはホームページをチェックしてほしいね。世界に触れて、ライブ、来てくださいね。はい、そして7月30日の日も聞いてください。以上、ゲームトランスでした。これでネット CD で購入
皆様、水彩ダーリーです。小林俊平です。吉田彩子です。伊藤アルバニーです。ホリデーさんにはいつもお世話になってます。なってます。なんか見た目通りなんか面白かったです。なんか鈴木さん、鈴木さんメインみたいな感じ。 CD そう、これで CD のね。そうなんか、まあけどまあいつもよくしてもらってありがとうございます。ありがとうございます。はい、7月26日に、これで大阪さんでワンマンしますので、よかったらCD のネット通販でご購入の皆様、スパイダー電脳メロです。激走いけそう、まあ僕たちは今日で、まあ、活動終了です。でも、まあ、また何かのご縁があれば出てくると思うので、その時はぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。スパイダー電脳メロでした。これで CD ネット通販でお買い上げの皆さん、セシリアルナ、ボーカルの日向です。ギターのレイシです。ギターの京子です。ベースのユキです。ドラムのシンです。セシリアルナは聖なる世界をコンセプトに活動しているバンドですが、8月の末にニューシングルをリリースする予定です。きっとこの映像を見ている頃にはツアーに出てるんじゃないかなと思うんですが、京極くん、今年のセシリアルナの目標をお願いします。下半期、下半期もう上半期過ぎる今年も精力的に活動していくんで、応援よろしくお願いします。よろしく。以上、セシリアルナでした。こんにちは、ダリスです。ダリスは、まあ、大阪中心に活動しているバンドなんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあですね、夏にはワンマンも控えているので、ちょっと心入れ替えて頑張りたいと思います。何を入れ替えるんですか。気持ちいいです。気持ちいい。よかったね。あらそうです。なんかあと言いたことありますか。じゃあ初めてワンマンということで、かっこいい姿見せてください。はい。なんか俺じゃない。じゃあ花さん、りょうさん。え、俺、まあワンマンに向けて、僕たちダリスも頑張っていくんで、皆さん応援のほどよろしくお願いします。イエーイ。よろしくお願いします。ということで以上、ダリスでした。ホリデー CD のネット通販でご購入の皆様、チャリオットでーす。はい、チャリオットのね、あの作品をネットで返してこう買ってくれた皆様へ自己紹介したいと思います。ボーカルリクです。ギターのアキトです。ギターのトモです。ベースのユーリです。というわけで、あのこれ定番になってきた。はい、ドラムのレアです。はい、まあ、この5人でチャリオツなんですけども、まあ、チャリオツは、まあ4ヶ月連続リリースの、まあ、とりあえず今現在あのドクマネが出てる、
これであの音源が出揃ったんですけど、ワンマンへ向けて、7月20日大阪シャングリラの方と7月26日、原宿アストロホールの方で、チャリオツの大阪と東京で初ワンマンがあれはそれはね、もうめちゃくちゃ絶対満足させる方にするんで絶対来いよ。あの別にホリデー CD さんで買わなくてもいいから来いよ、ライブワンマン絶対来い行くぞ、ゴーチャンス。 CD ホリデーネット通販でご購入の皆さんありがとうございます。リオです。リオです。7月8月、リオは夏のツアーを回り、8月に主催も殿下バースデー主催もあり、12月9日にファンクラブ限定の無料ワンマンをします。これからも、俺らのもっともっと優れた 曲や、ステージングで、みんなを今まで以上に魅了したいと思いますので、俺らに期待しててください。そんなリオでした。リオでした。ホリデー CD ネット通販でご購入の皆様、デザビエです。デザビエはデザビエと言いましても何も告知するものがないので、3月と4月と5月にアンダーコードから CD が出てますので、まあ、買って聴いたらいいと思います。そうですね、そんな感じですね、まあ、あとは特にそのうち何回ますので、またお会いしましょう。皆様どうも、ハレードですはい、そうですね、パレードはね、関西で、関西を中心にね活動している、なんていうんですかね、こうカラフルなパレードという名前がよく似合うバンドなんですけどもね、まあ、あのホリデーさんの方で、そうですね、まだライブも少ないんですけどね、個人的にはすごくホリデーというのが大好きな箱というか、一番落ち着くというか、やり慣れてる箱というかあれなんでね、ぜひこれからね、透明版ホリデー、これからどんどんお世話になっていくと思うんで、またよろしくお願いしますというバンドです。パレードをよろしくお願いします。ありがとうございました。ホリデー CD をネットでご購入の皆様、ご購入ありがとうございます。ピュアキュアです。これね、配布されるのが7月ということで、ピュアキュア的には、3周年ワンマンもやり、音源も出しっていうすごい忙しい月なんで、7月22日ね。そうですね、7月22日ワンマンやり、ワンマンやり、どこでやるんですか。渋谷ルイード K2。 はいはい、そうですね、4月は一度の節目の年なので、ね、まあ、なんかのご縁で僕を見た皆さんもぜひピアキャの曲を聴いたりライブに来たりしてみてください。まあ、ネットだから全世界に通じると思うんで、全世界から、渋谷に押し寄せる、それ以降のうちらの活躍をライブで確認していただきたい。じゃあそんな感じで、うちの音源いっぱい買ってください。それじゃあピュアキャでした。ホリデー CD のネット通販でご購入の皆さん、こんにちは、ビストリックです。イエーイ、
4月23日に僕たちのデビューミニアルバムリボルバーが発売となり、これを今頃手にしていることかと思いますが、簡単にですね、ここでビストリップのその音楽ではない一面、あれまずあれ違うな、音楽を違うで、まあ、言わない、音楽はなんぞやと、ビストリップが大切にしているなんぞやと、なんぞやと、なんぞやですよ、その音楽のコンセプトかなんかがあるのかもしれない、僕たちにはあるのかもしれない、かもしれない、かもじゃねえよ、あるだろう、俺がじゃあ俺から来ていいよ、俺が大事にしてるのは全員バラバラなのとか、うん、そうか、そうか、ボーカル的に言わせてもらえば俺が手にしてるのはここだと、ここだと、ハート、ハートです、ハートだひどいなで次は何、次何かありますか、俺はじゃあピースで、緊張しちゃった、緊張しちゃった、シンクロしちゃった、じゃあ大事にしてるもの、ワゴ、メガネ、メガネそこだけじゃねえか、ワゴ、熱い感情というかね、あれあれうるせえ、なんでもないよ、もういいよ、回してくれ、次ありますか、楽しさ、楽しさ、楽しさ、エンジョイ、エンジョイ、いいですね、エンジョイ、じゃあ最後に何かありますか、レッド、あ、何ですか、レッド、ラム、ね、ラム、ラム、愛です、愛です、つまりは見事にバラバラだ、そうなんですよ、しかしバラバラだからこそ、これまあでもその5つの何だろう要素が詰まると厳重になるんですよ。なんだよ。厳重。厳重。厳重に。ね。いいのこれね。これ。で、次にですね。僕、え？もう。あ、そうですか。じゃあ、そろそろなんか時間が来てしまったので。申し訳ないですが、またどこかで僕たちのコメントを、コメントがメインなバンドだね。ライブとか、まあ僕たちはこのホリデーでもライブやったりするんで、そういうのを見に来てくれたら、またこんなうちらはライブじゃ、こんなのじゃないんで、そういう違う一面をね、熱い一面を、一番かっこいい面を見てもらえると思うんで、じゃあそういう。ところなり、またこういう DVD だったりとか音源だったりとかでお会いできたら嬉しいかなと、いいんじゃないでしょうか、はい、ビストリップはこれから、熱く、楽しく仲良く頑張っていくので今後とも何卒よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、はい、以上、ビストリップでした、バイバイ。